い、これを一生懸命回してましたね。セリアの新商品です。皆さんこんにちは、サルです。今日はね、セリアの新商品見つけたので一応紹介しとこうと思って購入しました。キャンプや山歩きのお供にということで、バードコールです。木とネジを押し付けながら回すと鳥が鳴くような声が出ますよっていうことで、結構楽しいんですよね。山や森で野鳥に話しかけてみましょうと。入ってるのはシンプル、この木とこういうね、金属のネジだけになります。まあ、当然セリアなんでね、110円と。はい、注意事項ね、一応確認します。野鳥に悪影響を及ぼさないように、鳥の繁殖期である初夏、5月から6月頃は使わないでくださいと。また同じ場所で長時間使用しないでくださいと。まあ、このあたりはね、キャンパーは自然に優しい方が多いと思うので、マナーとして守っていただければいいんではないかと思います。品名がバードコール。ネジは、ここに書いてますね。1cm×2.2cm×3.6cm と。これちょっと意味がわかりにくいですね。木とネジはスチールでメッキ加工。株式会社 LO さんですね。和歌山の会社です。使用方法ですね。ネジの本体を穴にねじり込みながら深く差し込んで、まあ、完全には締め付けないで。で、木とネジを押し付けながら回すと音が出ます。押し付ける強さ、速さ、角度などで、声色がね、いろいろ変わりますので、うまくね、鳥の声を真似できるか試してみましょう。山や森など鳥が多く集まる場所で鳴らしますと、鳥が鳴き返してくれたり、あるいは姿を見せてくれる場合もあります。まあね、結構知ってる方もね、多いですよね。これね、楽しいんですよね。鳥が多いところでやるとね、結構テンション上がります。はい、ということでね、注意事項もあるので、読んでからね、使っていただきたいと思います。しかしね、セリアさんね、ずっと100円でやっていただけるのありがたいですね。はい、で、できました。まあ、面白いと思いますよ。こんな感じですね。まあ、ほんと110円でできるっていうところはね、すごい工夫というかね、知恵を凝らしてね、努力されてるんじゃないかなと思いますね。じゃあ、ちょっと入れていきます。うん、ちょうどいい大きさですね。お、さすが。もうちょっとね、鳥っぽいですよね。はい、これぐらいでいいんじゃないでしょうか。ほぼ奥まで入りました。ではね、こっから鳴らしてみようと思います。テイク1です。はい、どうでしょうか。結構ね、これね、ほんと鳥が集まる場所でやりたいですね。テイク2、ちょっとね、じゃあ強さ変えてやってみますね。はい、テイク2、テイク3です。はい、テイク4です。はい、どうでしょうか。まあ、これぐらいですけどね、できることとしてはね。まあ、カラビナとかに吊るしといてね。リュックとかにかけていってね。で、山に行ったら、ちょっと休憩の時にね、鳴らしてみると。そうしたらね、鳥がこう答えてくれたら、テンション上がると思います。ということでね、楽しいので、よかったら試してみてください。今回もね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。